宮ヶ瀬ダムの監査楼監査楼はダムの停滞内部に備える管理用の通路であり、監査やゲート操作、排水、グラウト作業などに用いられる。トンネルの形状となる。ギャラリーや通路を、インスペクションギャラリーとも呼ばれる。ロックフィルダムの場合にはダムの建設時にグラウチングの施工にも利用されるが、一般的なコンクリートダムの場合には、完成後の停滞の健全性を把握。 管理するために行う漏水量などのデータ収集の場となる。トンネルの内部は、停滞観測用の機器や、ケーブルなどが連なる単調で殺風景な景色であるが、近年は土木施設への理解を求めるために希望者に開放するダムも見受けられるようになった。コンクリートダムの場合、基礎地盤から数メートル上部に設置されるが、ロックフィルダムの場合、基礎地盤を掘りごめんで設置される。 これは耐震性を考慮するためのもので、地震時に停滞とトンネルの挙動が別々なものになることから、停滞への影響を避けるために、あえて地下へ、掘りごめんで設置するものである。現場打設の鉄筋コンクリートであることが一般的だが、近年はプレキャスト構造のものも出現している。トンネルの断面は馬停形、または区形。トンネルの規模が大きくなると、 中部の階段移動や水平方向の移動に時間がかかるため、懸垂式の常用モノレールを設置する例がある。関査楼国土交通省東北地方整備局、関査楼ダム辞典、中村康春、絵で見るダムのできるまでに設計編3階堂、P126 技術情報、ダム関査楼分割 P しか関査楼用モノレール。ありがとうございます。